はい、どうもこんにちは、ハゲヨカです。今回なんですけれども、こちらほうれん草のハウスです。ほうれん草が取り終わりましたので、次はこちらの方にトマトを並べていきます。トマトが今までやった部分とあそこのハウスだけ足りませんので、こちらのハウスの方にポットの土を作って並べていきます。その前にほうれん草を割りましたんで、こちら緑に見えるものは全て雑草でございます。ではハウスの中の雑草をただいまから除草剤をかけて、こちらですね、やっていきます。気をつけなきゃいけない点は、除草剤はトマトを植えていくハウスでございます。なので直に根っこが張りますんで、ここに除草剤、次に影響を及ぼさない除草剤を巻かなければいけません。そこだけ気をつけてやります。なので今回は使う除草剤は、前回もご紹介いたしましたが、グリホサートのやつで言えばラウンドアップ系のお薬です。こちらグリホサートを巻きます。それに加えてすぐ枯らす、根から上をすぐ枯らすというお薬、こちらはバスタですね、グルホシーネートの除草剤を使ってやっていきます。それ以外の除草剤をこのハウスの中、補助の中で使ったことがないので、どういう影響を及ぼすか分かりませんので、うちでは使ってません。なので、使ったことがある、速効性があって、次に残効性がないやつ、残らない除草剤を使って、除草の方をしていきます。はい、こちらが本日巻いていく除草剤です。草取りキング、こちらは、ホームセンターでおなじみ、グリホサート、ラウンドアップと中身変わらずお安いものです。で、バスタですね、こちらは、根から上ですね、見えている部分を素早く枯らすっていうやつです。こちらは草取りキング、グリホサートは根まで枯らすというやつですね。どちらも残効性がありませんので、巻いたらすぐこちらですね、いろいろできます。でも草枯れるまでは待つんですけどね。はい、でプラス今日は草生えてるところですね、次に、虫とかですね、こちら寄せたくありますの寄せたくありませんので、虫除けの薬、殺虫剤ですね、こちら88乳剤、こちらも混ぜていきます。アブラムシであったりだとか、そういったものですね、つかないように、今いるものを殺すという形でございますけれども、草がある場所に寄っていきますので、こちらの方も同時に巻いていきたいなと思っております。それではやっていきましょう。除草剤巻き終わりました。今回は、2回、2等ですね、巻いただけなので、1回しょっただけなんで、そんなに肩の負担もないんですけども、先日はやはり疲れましたね。ああいうのを、大体16リッター入るのかな。でエンジンとかあれをしょうと大体20キロから25キロぐらいにはなるんですけども、それずっとしょってやるっていうのはなかなかしんどいかなという感じでございます。今回は1回だけだったんで、非常に、楽かなと思います。こちらのハウス、この後ですね、葉っぱ枯れ、雑草が枯れて、そしてこの土をならして、この上にですね、根切りマットを敷いてですね、その上にこの間やったような、トマトの加食用のポットの土をですね、作って並べて、加食に備えていきたいなと思っております。またその時もですね、様子の方をお伝えできればと思っております。またいつもいいねとチャンネル登録、本当にありがとうございます。非常に励みになっております。いつもコメントいただいているチャニチャニさんもですね、ありがとうございます。それから、またですね、除草剤のことでも何でもいいですし、トマトのことでも何でもいいです。疑問や質問ありましたら、またコメントを寄せいただければお答えできますので、一つですね、こういった YouTube 通して、農業をですね、皆様にお伝えできればなと思っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。